秋田貯蓄銀行は、大正期に、秋田県秋田市で設立された銀行。旧秋田貯蓄銀行本店1921年7月、秋田県当局は、貯蓄銀行業務は、金融経済上重要との観点から県内の銀行に対し新貯蓄銀行の設立を諮問。それを受け、秋田県庁にて、秋田県内15行代表者が審議。 その結果15行の代表者が発起人となり、創立事務を第48銀行と旧秋田銀行の両銀行に移植、創立事務所を旧秋田銀行内に設置し、1921年、秋田市本庁5丁目に秋田貯蓄銀行を開業した。創業当初は資金の固定化を避けるため支店を持たず15行の本、支店を代理店とし、 店舗も借屋だったが1925年それまでの営業所を買収。1929年には林地を買収し、店舗を拡張。1932年10月には本町5丁目50番地の土地を購入し新たに本店を建設した。1943年5月普通銀行での貯蓄銀行業務経営が認められると設立当初の意味も薄れ、また大倉省。 秋田県知事、日本銀行秋田支店長の指導、圧線もあり、同年10月資本と役員の系統が同じで秋田、貯蓄銀行の総株数2万のうち2435株を所有する秋田銀行に合併され歴史の幕を閉じた。秋田銀行と合併後、秋田貯蓄銀行本店は、同校本町支店となったが、1944年3月31日、 店舗も再編のため、本町支店は廃止された。1945年11月、新館秋田銀行設立後、旧秋田銀行本店で営業していた同光、秋田支店は、建物が GHQ 軍西部に接収されたため11月23日から閉鎖されていた、本町支店後へ移転。同行は秋田支店として営業していた。しかし合理化推進のため、 2014年7月18日をもって当地での営業を終了。同19日より同校大町支店へ統合された。直後から現金自動預け払い機コーナーのみ損置されたものの、2015年11月30日をもってこちらも廃止された。廃止後は解体され、跡地には2016年4月7日よりファミリーマート秋田赤レンガ館通り店が建っている。 ありがとうございます。